パエニバシラス属は、通性嫌気性で、画法酸性性のグラム陽性、新生細菌の属である。もともと現在のバシラス属も含んでいたが、1993年に種の細分類が行われ、バシラス属と分離された。多様な環境から検出されている。名前の由来は、ラテン語のパエネである。これは、大体すべてを意味し、パナブシライは、 大体すべての肝菌を意味する。ピーラービは蜜蜂の封じ病アメリカンフーレブルトの原因菌であることが知られている。パエニバシラスポリミキサは窒素固定脳を持つ。パナブシラス SPJDR-2 はメチルグルクロノキシランに分解する。ピーボルテックスと P デンドリティフォーミスは90年代初期に発見された。この2菌種はコロニーで、 特有の複雑模様を形成する。この模様を蒸気写真で示す。パエニバシラス属は生育が早いことが知られている。生育速度はこの細菌の有用性の一つである。農業用や園芸用、工業用、医療用で利用されている。アガラーゼ等の菌体外多糖分解酵素やタンパク質分解酵素といった様々な菌体外酵素を生産する。 これら酵素は化粧品からバイオ燃料まで様々な化合物の合成反応に利用することができる。パエニバシラス属は、新菌、土壌微生物、植物病原菌、ボツリヌス菌、クラアストリディアム、ボチャリナムなどの広範な微生物に対して抗菌スペクトルを示す物質を生産する。パエニバシラス属は、抗生物質を産生し、広範な微生物に対して、 抗菌スペクトルを示す。抗菌対象には、ボツリヌス菌、クラーストリティアムボチャリナムが含まれ、特に、パナブシラスポラミクサが強い抗菌活性を示す。P ポラミクサが産生する抗菌ペプチドは、その他の食品汚染の原因菌、大腸菌、エシャーケアコライ、ストレイプテコカスミュータンス、ルコネストックマセンタイデス、バシラスサブティリスに対しても有効である。また、 P ポラミクサはラクトボシラス属乳酸菌など多くのグラム陽性及び陰性細菌の生育を阻害する。パエニバシラス属は通常、人や家畜に対して無害であると考えられている。一方で、脳梗塞症治療中の93歳女性が P ポラミクサ菌血症を発症したという症例がある。症状は敗血症のそれであった。パナブシラスグラブラテラは、 ひらまきがいのバイムファレリアグラブロトに寄生して白いコブを形成し死に至らしめる。この巻貝は重血球中症を媒介するためその対策に有効である可能性がある。パエニバシラス属の一部は植物生育促進根拠細菌である。生物農薬として植物根でのコロニー形成で他の微生物と競合し植物病原菌の繁殖を抑える。例えば クーゼリアムはキシースポーラムが病原菌とするトマトネグサレイ腸病に対して防除効果がある。抑制機構は鉄やアミノ酸、糖類といった資源の利用での競合並びに抗生物質または陽菌酵素の分泌を含む。特に鉄獲得の競合は根県での菌層に大きな影響を与える。いくつかの研究は PGPR が鉄獲得により 金層を改変することによって植物生育促進効果を発揮することを示す。これは土壌中の鉄の大部分は非水溶性形態で存在し、pH7 では非水溶性の FE3 となるためである。多くの微生物は非水溶性の鉄を利用することができない。以上の生物農薬としての機能に加え、パエニバシラス属は生物肥料として植物に 栄養素を供給する。例えばパナブシラスペオリアへは、生物農薬と、生物肥料の両方の効能を持つ。P ペオリアへの肥料効果には、窒素分子、N2 の植物栄養化、窒素固定及び、キチナーゼやプロテアーゼの酸性が含まれる。パエニバシラス属の栄養素の供給機構には、土壌中のリン酸の可溶化や窒素固定、 土壌の汚染物質の分解、植物ホルモンの酸性がある。また、植物への鉄の供給も行う。植物は非水溶性の鉄を利用することはできないが、一部のパエニバシラス属は鉄を可溶化させる。例えば、p ボルテックスは鉄核特異電子を持ち、特に鉄性原価でのシデロホアの酸性能力を持つ。パエニバシラス属の一部は、 寒天媒地等の半個体の表面上でコロニー形成する際にコロニーで複雑な模様を作る。複雑な模様形成は細胞同士での化学物質による緊密なコミュニケーション、他の細胞との社会性や協調性、そして自己組織化によって成り立つ。自己組織化での模様形成は他の細胞に対する応答能力であり、より高度な多細胞生物への進化に、 発展しーる機能であると考えられている。p ボルテックスはパエニバシラス属の中で最も特徴的な模様を形成する菌種であり、自己潤滑性と弁毛運動性を有する。模様は中心の円から線形が放射状に広がり、さらにその線形から細い線形が枝のように伸びている構造である。中心の円は最初の細胞が存在していた場所であり、菌が 倍地に食金された場合は、食金地点である。運動速度は10マイクロメートル S である。P デンドリティフォーミスが形成する模様は2種類ある。枝型と非対称型である。それぞれの模様を形成する菌種で、生理的、遺伝的形質は異なる。例えばベータガラクトシラーゼの活性。この酵素活性によるウェックスがある寒点倍地での、青色定色の有無、多剤抵抗性。 寒天培地で生育した菌種は液体培地で生育したものに比べて多種の抗生物質に抵抗性を持つ。この抵抗性は寒天培地上での模様形成に関わる海面活性剤様物質によるものと考えられている。ありがとうございます。